じゃあこちら5点目です、はい、品番が 55724 のパンチングレースノースリーブブラウスです。お色がアイボリー、イエロー、ネイビーの3色展開でお値段税込み4190円でございます。はい、はい、じゃあ実際お見せするとこちらがアイボリー、そしてイエロー、はい、で私が着てるネイビーの3色展開でお値段税込み4190円でございます。はい、ではおすすめポイントお願いします。はい、おすすめポイントご紹介でございます。こちらはまずデザインがね、多分珍しいよね、こういう感じの、うん、デザインね。あの LC ではなかった、なかなかいない、結構ラブイドの高いアイテムでございます、ね、うん、で、あ、なんかこれごめんなさい、あ、持ってるで、こちらが商品名にもある通りパンチングレース、うん、え、商品名パンチングレースやった、そうです、そうです。パンチングレースっていうのが、うん、あのレース、レーシーなんですけど、コットンで、コットン調で、あの本当に可愛い、綺麗っていうよりかはちょっとこう可愛らしさ、ナチュラルな可愛らしさが出るパンチングレースを使用しているので、うん、まあね、カジュアルさんでも使える可愛いアイテムになっております。でデザインキャミソールなんですけど、まずベアのところ上はね、結構テンション緩めのゴムになってます。そう、柔らかい。さっき の, あのチェックのワンピと同じで締め付けが本当に緩め、いい意味で緩めなので、うん、いい意味締め付け感なくて、私結構貧血持ちでここキュッてしまうと、あの血が止まっちゃって苦しくなってくるんですけど、うん、これ本当に全然大丈夫です。問題ない、うん、あの楽ちんに着ていただけるアイテムになってます、はい、で胸元から結構ね、下に裾にかけて、うん、たっぷり布を使ってフレアシルエットになってて、そうそう、こうほら動くたびに可愛いんですよ、揺れてね、女性らしくなるので、こういうパンツ合わせ、パンツ一気にガーリーなスタイリングになるアイテムです、うん、はい、で二度出せる方はもちろんこうやって着ていただいてもいいですし、さっきもっぴちゃん羽織ってたみたいにカーで着てもらったり、うん、私みたいにこんな半袖で中に2袖入れてもらっても使えるので、うん、意外とアレンジの幅が広いアイテムでございます。ありがとうございます。はい、うん、そう、佐藤さん柄かと思ったってあれですね。そう、これパンチングレースなんですよね。そう、そう、これが めっちゃ高見えポイントですよね、これは、うん、結構素材感がね、素敵なので、ね、とてもおすすめでございます。おすすめです。特にね、イエローはね、この白のステッチがとても可愛く効いてて、ね、カジュアルさんでもデニム合わせとかにしたら全然使いやすい、使えるかなと思います。はい、あ、たまめぎゅうさんが、ぐんちゃん後ろ姿見たいですって、うちらちょっとサボタってさっきのロゴティー、うん、バックラボの技術着てるんですけど、ロゴちなみにしてもね、可愛いかも。え、全然いける。やってもったかなって一瞬思ったけど逆に可愛い、後ろ姿も可愛い気がする。なんかあえていいですね。うん、うん、そうなんですよ。です。あ、店長のお待たせしました、報告してくれてやった。そうなんですよ、あいつマジ無視無理。あ、色によって印象違う。そう、色によって全然印象違いますね、うんうん、結構私のだと結構目立つ黄色、確かに、なのでなんだろう、ポップヘルシーなイメージですが、うんうん、さっきのっぴちゃん着てたネイビーとかだと裏だけどなんか、あ、面白いだからと大人っぽく、私やったらネイビーかな、大人っぽく着たい方はネイビーもあるな気がします。確かに、多分今もぴちゃんがね、着ようとしてくれてる白だと、うん、同系色とかでまとめても可愛いし、ナチュラルのほっこりしたスタイリング好きな方とかだとアイボリー白もいい気がします。でも個人的にイエロー絶対着いひんやろなと思ってたんですけど、デニム直したら可愛いことが判明したんで、なんか意外とイエロー推しに転じそうな気がします。はい、ちょっと見せて、ああ、ロゴチの店可愛い、ありがとうございますおそっとちょっと見せてちょっとこれ、ね、あのサーフティーと合わせるとちょっとあのブルーが見えちゃって、ちょっと見せたかなと思ったんですけど、あ、下でもカジュアルなアイテムやったらいいな気がする。確かにそうですね、普通にロゴとかやったらいいかもしれない。これ結構ブルーなんで、でもやっぱアイボリーはね、間違いなく使いやすいと思います。うん、アイボリー間違いないね。なんか柄も、まあ、他の色と比べたら結構さりげない感じのパンチングレースにはなるので、うん、これは使いやすいかも。スカートでもいいしね、スカートもいけると思う、うん、スカートでもいい、うん、なんかちょっとゆとりのあるサロペットとかやったらインナーになんか合わせてもらっても可愛いんじゃないかなと思います。この辺がチラリと見えて、あ、いいと思う、うん、ね、いいと思います。うん、
ねえ、あれじゃない、ゴム痛くない。ゴムはね全然痛くないです。本当でストレスフリーね、めっちゃこれは伸びいいです。めっちゃ緩い、ゆとりがあってテンションが全然きつくないので、いい意味ですよ。そう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 、いい意味でゆとりがある。でもやっぱゴムなんで、こう前かがんでもここが見えたりはしないので、うん、うん、大丈夫そうですよ。そんな感じで、うん、カード皮膚に肩掛けしてもいいかも、うんうん、で今日みたいにこういう丈短いやつだとこのボリューム感がそこまで押されないので、うん、こういう着方もありだと思います。思います。はい、はい、あ、エイズさんにも来ましゅですかって言うんですけど、今ね5点目の障害です、うん、あともう1個だけ残しております。おります。はい、はい、くそめっちゃ見逃してるよ。なんて日だ、なんて日だ、ほんとになんて日だ、うん。あ、ルイちゃんさん、ブラックに着せたらお願いします。あれな、ネイビーの方かな。あ、じゃあ、私この上から着替えてきますね。行きましょうね。もうちょいお待ちください。あと1点、バッグ、かわいいバッグ。多分今日狙ってる人多いと思います。ねえ、これあれなんだね、社内でもすごい人気高かったんで、ね、そうそうそう、みんな欲しい人が。また私も欲しい。これまず優秀したん、次このバッグが控えてますんで、はい、お待ちください。今日はこの後19時から新作が5点、アパレル4点とバッグが1点に、うんうん、プラス、あの人気の大人気のフレアのトップスが予約販売が再販で、ね、ありますので、今日要注意でございます。ございます。はい、かわ、かわいいですね、うんうん、ほっこり。そう、ちょっとあのスカートの色はあれですが、デニムとかにしてもらパンツとかでも、さっきのイエローとかでもいいと思いますし、うん、うんうん、確かに全然このネイビーでもいけると思います、うん。ちょっと面白すぎた、行くよ。でも虫も固定コメントにいるスペシャルして何センチやろ、何センチやろ、何センチやろな、3センチやろ。しかも何の向きか分からない。いや、はい、ね、はい、じゃあ、はい、じゃあ相手さんが T シャツ重ねたら脇の部分もたつきませんかって。そんなことないです、まあ、うん、もっとゆとりのある ゆるっとしたドルマン調の T シャツやったらちょっともたつくかもですが、うん、割と普通のこの T シャツはいけたんで、うん、いけます。ここはなんせゆるいんでね。そうですね、うん、大丈夫、うん、ただいけると思います。はい、はい、うん、あ、ふかさん、下に着るなら T シャツが一番ですかね。ブラウス系だとちょっと変って。ブラウスか、でもなんかデザインにもよるかもしれない。うん、うん、結構シンプルなブラウスとかやっていけると思うんですけど、多分相性いいのは T シャツかな、うん、素材がね、不白なのどうしても、うん、ブラ不白不白で合わせるとちょっとね、やっぱりもたつきが気になるので、異素材で合わせる方がやっぱりスタイリングとしては可愛いと思います、うん、ご参考になれば、はい、ですです。はい、はい、じゃあ、うかさん、後ろの夏目ちゃんのフリットブラウス似合うかな。あ、なるほどね、この上からこれの上か、なしではないけど、個人的には着にくそうかな、うん、なんかちょっと喧嘩しちゃうかも、デザインが、うん、うん、そう思います。一緒に着せてもらって。あ、全然、ありがとうございます。でもね、ちょっとね、素材的に似てる、あの軽やかな素材感が似てるので、あ、うんうん、ちょっと難しそう。確かに、ちょっと一旦、あのちょっとブンちゃんが合わせてくれます、うん、うん、あ、ティアさん、1枚では着れない。これね、あのパンチングレースなんで透けちゃうので、うん、インナーは必須ですね。ただ私さっき、あのこれ普通にしたスクエアタンクでこの上から着てたんですけど、全然それでも着れます。 T シャツ、うん、あの合わせじゃなくても着れます。結構インナーは必須ですね、うん、これがあの穴が開いてる感じなんで下が透けちゃうので、はい、はい、です。やっぱちょっとあれよね、あ、なんか見た目、画面上やと見た目はいけるって感じに見えるかもなんですが、やっぱね、近くで見ると素材感がね、やっぱ喧嘩してるように見えちゃうかも、うんうん、なんか T シャツ合わせが良いかなって気がします。カットとかね、長袖の T シャツとかこれから思います、はい、思います。はい、あ、キキさん、ブンちゃんのデニムは発売しているものですか。はい、はい、あみずしの定番の、そうそう、品番忘れてた、2939もしかしたらちょっとね、色とかサイズによったらカラー重ねるものもあるかもしれないんですが、はい、またでも再販はあるんじゃないかなと思います、はい、はい、では最後、バッグですね。